ません。それではこの後もあなたのお時間となりましたので、赤ちゃんパンダユイティの公開体験撮影を行います。6月の18日にここアドベンチャーワールドで誕生いたしましたユイティ。お父さんもお母さんもここアドベンチャーワールドで暮らしております。こっちないよ。あ、ほんまや。現在お父さんパンダは芝生のある祖母の運動場、現在24歳のエイメイというパンダご覧いただけますので、ぜひこの後見てみてください。またユイティのお母さんはこの後右側の運動場にやってまいります。現在16歳のラオキンです。ユイティといううちに浦浜のママと話します。ユイティは2頭の間に生まれまして、体重は後ろのボードにもございますが 197g でした。さあこの後撮影していきますので、ぜひ浦浜ご覧ください。中央の体重計にユイティ乗っていきます。生後82日目を迎えました。2ヶ月半過ぎまして、ユイティの体重は今日は何キロでしょうか。今日も元気いっぱい動いてますので、数字がなかなか定まりませんが、はい、今日は4676g です。4キロを超えまして、4675g にまで成長いたしました。ではこの後はこちらの木箱に移動していきます。このように寝てばっかりのユイティなんですけども、木箱の中でも目が覚めている時には元気いっぱい動いております。5ヶ月になる頃には、なんと木登りを始めたりするんです。ぜひ今後もユイティの成長にご注目ください。さあ本日は4000本さあそれでは体重も測れましたので、この後は皆様から何かご質問があればお答えしていきます。手を挙げていただきました後ろのスタッフがお伺いいたしますので、ぜひ聞いてみたいことございますが、手を挙げてお知らせください。入り口側のお客様、本校もまだ見やすい場所空いておりますので、どうぞ奥までお進みください。